はい、皆さんこんばんは。それでは今回もですね、名探偵ブロックの続きの方をやっていこうと思います。で、前回このシンっていう警察官みたいな人の、警察官からの、依頼がありまして、で急いで部屋に来てくれということで来たんですけれども、どうやらね、このシンっていう人は拳銃をなくしてしまったみたいなんですよね。警察官がね、拳銃をなくすってとんでもない不祥事だと思うんですけれども、なので他の人には言えないから、このね、探偵の、ブロックのところにね、依頼をしてきたんですけれども、で、早速ね、拳銃を探しに行こうと思うわけですが、その前にこのね、シンの部屋を探索していたところ、このね、カップのところに薬が2つ置いてあったんですよね。この薬ですね。で、2つあったので1つもらっていこうって言ったんですよね。ちょっとね、この芯にこの薬は何だって問い詰めてみてから、進んでみようと思います。お、ちょっと教えてくれ、この薬は何だ？あ、ダメなんだ。勝手に持ってきちゃったから、見せたら、泥棒って言われちゃうのか。でもこれは、きっとね、重要な手がかりになるんじゃないでしょうかね。あとはね、この真の部屋のところには、写真もあったりするんですけれども、奥さんと多分お子さん、子供かなの姿は見当たらないんですよね。ちょっとわからないことが多いんですけど、早速ね、拳銃を探しに行ってみましょうか。で、この真のアパートの他の部屋は入れないのかな、返事なし。お風呂場、コンコンコン。おい、誰だてめえ、失せろ。ね、ちょっと治安が悪いのかな、このアパートは。ささやき声？怪しい。郵便ポストは開けられる？壊されてる？住民自身がやったに違いない。セキュリティがね、めんどくさいのかな？他に、あ、下にも、これ壊されてない郵便ポストも。お、え、何か入ってるぞ。勝手に調べて、あ、これも、あ、でも郵便ポストは開けらんないのか。上と、でも、何が入ってるぞって言ってるけど、見れないのか。で、瓦礫は？これ、瓦礫壊してあげれば、あ、でも壊せないか。よいしょよいしょ。ふむふむ。あ、なんだ？電話？電話、はい、はい、こう、電話なんでしょう。通話履歴じゃないの？ん？メールか。メールが来たのかな？忘れるなよ。はい。あんたは物忘れが激しいから、もう一度今日のことを伝えておくからね。科学博覧会の開会式は5時だよ。あんたは保護者として同席する義務があるから、必ず来てくれよ。ということでね、このグラフが、子供、息子なんですけれども、この博覧会、科学博覧会っていうのに、自分のね、作った科学の結晶っていうかな、作ったものをね、発表したいので、この保護者も同伴しなきゃいけないらしいのでね、5時にはその科学博覧会に行ってあげなくちゃいけないみたいなんですよね。これは登れたりはするのかな。この瓦礫はさす、あ、また入っちゃった。これマップ移動とかすると時間経過したりしちゃうかな。最近崩れたの？そういうね、時間制限的なイベントもあるみたいなので、あんまりこう寄り道とかしてると時間がね、なくなっちゃうと思うんですよね。で、よいしょ。
その先ほどの、芯が拳銃をなくしたのが、このどうやらね、中みたいなんですけど、ここに入るためには、このままでは、入れないということで、このシェイのガレージに、来てみました。ここでどうやら、中に入れる手がかりがあるみたいなんですけれども、こ落のボちタまン押ししてた。大丈夫？あ、押しちゃったけど、もう一個押しちゃったけど、おっとなんだな。おお、危ねえ危ねえ。切れる切れる。罠か？開いた。大丈夫？スロットは何？ふう。ね、今の、そのまま立ってたら、切り刻まれてましたね。危なかったなぁ。はぁ、あ。シェイ大丈夫か？生きてんのか？Hi, あ、なん bro. だ、生きてんのか？ How you doing? なんか、普通だ The な。heck is that abomination of a machine near the 確かに、あのクソったれの仕掛けは一体何のつもりだ？ door? Abomination? You mean the 泥棒よ circular け？ saw? Pretty neat, huh? 回転のこぎり君のこと？かっこいいでしょ？ Neat? That thing almost killed me. Well, you know, the slums aren't very safe for lone women. あ、乙女なんだね。So, I な built る this ほどね。ultimate crime detection device. 究極犯罪探知機Where ね。you press the first button gives out a lot of information. Blood はいはい pressure, はい。DNA, stress level. え、ボタンを押しただけでいろいろ情報が採取できるの？ Got nasty intentions. The system detects it and triggers やthe ばめな saw. 訪問者だった場合は、自動的にノコギリ君を起動する。え、やばい人っていう判断されたの？ Now tell me, are you feeling angry or stressed まあ、ストレ lately? スは溜まってますよね、きっとね。悪夢も見るぐらいですからAre ね。you insane? 相変わらず正気じゃねえ。Well, yeah. いやあ。あは。All right. I'll render it non-lethal then. 非致死性のやつに差し替えておBut く。we'll lose efficiency. まあ、防犯は大事ですからNow. ね。Okay. But 分かっ only た during よ、the とと day. ね。I've got valuable stuff in here. So, 夜中は危 why are 険you ですからhere? ね。で、先ほどの、上流階級が住んでいるところに入る方法を、このシェイという科学者なのかな？発明家っぽいですけどね。に聞きに来たんですけれど I need も、your help to get across the border post. I knew ね。this day would come. 知ってた？ See, I've prepared the perfect response to this. パーフェクトな回答すでに用意してあ For る。real? Now, where did I put it? Just a 用意しsec. てあったんじゃないの？ Excerpt. メモ Here でwe 済む go. の？Only 海two 洋？types of things can cross the border: authorized citizens 2種類 registered in のthe み、mainframe, メン and フレームに control 登録 work された、specs. 市民権認証済みの人と管理統制された商品。この2つ。Any living things stored in つま packages will り？be automatically destroyed. 生物は、あ、商品に紛れ込んだ生物は自動的に殺処分となってしまう。Therefore, the best solution consists of killing you. 死体になれば潜入できますよ Not と。an option. I know. Well, technically this would work, but if you're not willing to try. そりゃ嫌だよ。Okay. The only other way isn't much おそ easier. らく唯一の方法はもっと簡単。How to become an authorized 登 citizen? 録市民になる方The border 法。post scans the user at the 関 entrance 所 and に points は near スキャ body ナーがあっ prints. て、ユーザー、つまり入り口を通ろうとする通行人からボディープリントを採取する。This information is then compared 採to 取さ data れた情報 contained は within 関the 所 local のロ border ーカル post サーバーに server. 保存されているデータベースと照合される。Each border post owns すべ a ての関 copy 所 of the の data ローカル that is サーバーは replicated from into a 中央の central メインフレームとネットワークされている。情報更新は双方向性で、ローカルで変更があればメインフレームのマスターデータも自動更新される。 Thus, you need to access one of these つまり servers, add ローyour カルサーバーblueprint, の一つに侵入して、あんたのボディープリントデータを注入してやれば、ta-da! You're じゃ allowed じゃ across like ーん、a regular dome citizen. 晴れてあんたもドーム都市の住人の仲間入り。 Doesn't sound too hard. 本当に？つまりハッキングが必要ってこういうことなんじゃないの？ Oh, I forgot to mention the deadly ね、security サーバーequipment にはbrought to やばいserver. セキュリティ装備が配備されてるっ Nothing て？ you can't handle, though. え、それもブロックがやれってこと？ Well, thanks for the vote of confidence. I'm starting to wonder if that job is really worth the trouble. ね、ただ単に警察官の、ミスのせいでね、拳銃なくしたやつを探しに行くっていう仕事ですからね。I promised not to interfere with your PI job, but
You're seeing the glass half empty. Think of it as half full instead. コップに半分しか水が入ってないとしよう。半分足りないと考えるか、それとも半分は満たされていると考えるかはあんた次第。もしあんたが登録市民になれれば、ドラム地区で新しいビジネスの展望が開けるかもよ。確かに。That's a big if. Those rich folks will never be interested in a stinky low-grade detective like me. But ね、スラムの人にとはね、なんかすごい蔑んだ目で見てきそうですよね。That's the spirit, bro. まあでもやるしかないのか。まだ何か聞ける？サーバーにアクセスして、俺のボディープリントをサーバーに入力して、どうやってやるの？今やってる。え？あ、ボディープリントができた。そんなスキャナー、3D スキャナーってこと？え、勝手に DNA になんか情報入れられた。ね、DNA ってなんか書き換わったらやばいんじゃないの？そう？本当？怖いこと言うな。情報を持ち歩くのに最も確実な方法は DNA に直接打ち込むこと。どっかに落っことしたり忘れてきたりなんてできっこないからね。そういう意味じゃねえ。このシェイっていうのは本当に凄腕の技術者なんですね。ね。ボディープリント情報を自分の体に入れたの？I kind of see what you're going for here, but it's more complex than you think. I had to include an encryption key, a data mining program. 暗号書きも入れなきゃならなかったし、データマイニングプログラムも。What do I do now? Border post 001号に行くの？ピラミッド型の屋根をしている高いビルがある。そこへ行って書き換えてくればいいのかな？ I think I remember that weird pyramid. ピラミッドにじゃあ入ればいいんだね。接続ってのは直接手で触れることね。赤色のサーバーは普段はオフラインだから物理的にアクセスする必要があるんだ。必要なプログラムはもう用意してある。あんたの体がスキャンされるときに自動起動して OS をハックでもってあんたのボディープリントをデータベースにインストールする。どこまで天才なんだ。なるほど、行けばいいのか？セキュリティドローンと警備用トライボットの大群に追われることになる。そりゃ最高だ。きっとうまくいく。俺はきっと宇宙で一番バカな大バカ野郎だが。よし、このシェイという女の子を信じよう。さすが、まだ何か聞けるの？ふむふむ。ここからハックとかできないの？なるほどね、それはできないんだ。なるほど、さっきね、オフラインって言ってましたからね。あとはシェイ自身のことについて。先ほどにして確かにね、寝転がって何してたの？単体テスト？環境から隔離された状態で行う実験？なるほど。なんか臨床試験みたいな感じ？補聴器。中身をいじって機能を真逆にして使ってる？音を小さくする。音を消してるのか。なるほどね。防音装置をつけながら、まあ、何も聞こえないですからね。不審者じゃない。あの警報装置作動しましたけど。How you doing these days?
最近調子はどう？忙しいのか？なるほどね。昔は仲良かったの？まあ、技術者はね、気まぐれですからね、きっとね。あとは、いろいろアイテムを見てもらいたいんですけど、この掃除トライボットね、シェイに直してもらおうって言ってた気がするので、これ直せる？ね、触ったら感電してしまった。めっちゃダメージ食らっちゃったよ。なるほど。直せない？え、壊れたままにしといた方がいい？なんで？なんだっけ？危ないよ。感電させたんでしょ？なるほどね。殺人マシンと同居してて大丈夫？まあ、またね、壊れたら壊せばいいですからね。は？何？見た目から推測するに、こいつは少なくとも30年以上前の方。だいぶ古いな。ゴミ溜めで拾ったやつ。ユーストームっていう物質が使われているの？鉱脈はもうほとんど掘り尽くされてて、今じゃもう手に入らない。市販されてる家電製品にはもう使われてないものだけど、ちょっと用がある。200ユニスで買ってくれる。なるほど。掃除機って、じゃあこれ結構いいやつなの？いいやつっていうかレアもんなんかな。お金か。まあ、でもね、この、シェイもね、なんだっけ、鉱石を欲しがっていたので、まあ、売ってあげましょうか。これでウィンウィンなのか？まあ、ゴミを持っててもしょうがないですからね。これグラフに怒られるパターン？まあ、いっか。あとは、なんだろう。あと見てわかるものっていうと、これは？やっぱおもちゃはいらない。あとこれ何の薬かわかるかな？わからないんだね。あとは特にないかな？ハイテクだぜ。全盛期のね、このぐらいかな？待って、考える？幼稚園の頃からの親友？幼なじみってことか。確かにさっきは殺されそうになったけど、まあ、技術者の友達がいるとすごい力強いですよ。何？練習？何の練習？試合？VR アリーナ、なんだろう。ちょっと聞いてみよう。なんか記憶が曖昧みたいなんですよね。ゴガゴラソーダ。まあ元気だしな。はい、お願いします。VR アリーナの設備？トライエーブのアングラサイトで稼働してるやつ。なるほど。観客がかけてくれる。で、戦った分、儲けられる。分け前は？ 4 割。I agreed to this. You'll have to take my word for it. Feel like I'm being conned. Hey, I'm taking risks too. 戦う本人が4割で、こっちのシェイがマネージャーが6割。まあ、5割5割ぐらいがね、本当はいいと思うんですけどね。まあ確かにね。そう、設備のやつとかは全部シェイが用意してくれてるですもんね。どうやって戦うの？スキャナー付きのキャビンに入る。スキャナーがあんたのバイタルサインを読み取って、観客全員に見えるように単純ライフバーにして表示する。
ここでやられたら、もしかして本当に死んじゃうってこと？エアの対戦相手も入ってる。なるほどね。セリスのレベルをクリアしたらマスタークラスとの戦いになる。これをやるとお金稼げるってことか。レーザー怖っ。レーザーでわざとダメージ表してくれんの？痛いよそれ。そんな、ライフバーゼロになったら死んじゃう。負けたら死ぬってこと？あ、致死性のダメージは自動的にカットされる。あ、でも本番はそうじゃない。なるほどね。逃げてもいいのか。まあでも間違えたら死んじゃうから、この VR アリーナをやるときは気をつけないといけないみたいですね。まだなんか聞けるのか。で、ランダムに配置される罠に気をつける。罠もあるのか。よし、それじゃあちょっとこの中少し確認して進んでいきましょう。ちょっとね、アリーナの方も少しだけ見ていきましょうか。あ、ここにも何か調べられるものが。これは暗証番号みたいなやつかな。カメラ。なるほどね。ちょっと一回だけ VR やってみましょう。技のチュートリアル。練習。技リスト。あ、やっぱり技ってあるんだね。ジャンプしながら攻撃すると飛び蹴りなんだ。へぇ。ちょっと練習一回やりましょう。なるほど。オラオラー。やばい、間違えた間違えた。おら、いたいたいた。ちょっと待って。おら、間違えた。あ、まじ、邪魔だ。よいしょ、おらおら。おら、あ、なるほど、これ、ためん、ちょっとためなきゃいけないのか。よいしょ。いたたたたた。当たんない当たんない。痛い痛い痛い。あ、なるほど。おっとと外したな。ほら。くらえ。よいしょ。オッケー。ちょっと待って。体力回復はできないか。あ、ナイフとかあるんだね。よいしょ。あ、はい、間違えた。これ風船割ると、よし、アイテム落ちる。ほらほら、ちょっと待って、風船全然壊せなかった。よいしょ。ナイフを投げればいいのか、敵に向かって。ほら、あ、空だ空。いったー。よくもー、あんま強くないな。痛い。あんまひるまないんだなこいつ。待って、いらないいらない。よいしょ、くらえー。ほらー、外したー。ほら、よいしょー。
よし、これでクリアか。よいしょ。よいしょ。よし、回復。OK。これをやってるとレベルもすごい上げられるのかな？よし、それじゃあ一通り調べられたから進んでいきましょう。あとは特に調べられるところはなさそうかな。まあね、この見えないところに広告クーポンっていうね、隠し要素があったりするので、まあ、そういうのを調べてもいいかもしれないですね。で、それでは、ここの、001号、境域、景域でいいのかな？シェイが言ってたピラミッド型のビル。あんまり思ったほど大きくないんですね。で、これは？これ、生きてるの？よう、元気なさそうだね。こんにちは。落ち込んでる？ね、思ったなのに。深刻？どうしたの？絶望は伝染するものです。そんなに悲観するなよ。まだ生きてるからなんとかなるって。下手くそだな、ブロック。話せるか。絶望、安寧、死。ね、ロボットに対しても優しい。建物が見えますか？はい、左側の方。配送センターです。30年間も働いてたの？そこクビになったってこと？もしかして効率的ではありませんでした。え、今日クビになりました。ね、ひどい話だ。はい、ということでね、いろいろと話を聞いたところ、このロボットは配送センターで働いていたんですけれども、どうやらね、そこには完全自動化が可能となってしまって、このロボットは、クビになったみたいなんですよね。だから新しい仕事を、ブロックが斡旋してあげようとしてるわけですね。そう、悲観するなって。手があれば何でもできる。そうだそうだ。何がいいかね。うちで掃除用ロボットとして働いてくれない？助手、ゴミ処理。ゴミ処理っていうのが多分ね、一番やれそうなことなんですけど、なんかそれを言ったらまた悲しみそうなんで、助手にしてあげましょう。何でもやだ。なるほどね。戦ったりもする。ロボットも戦ってくれるかな？え？なれないの？Try my best. What do you need to? I use one non-rechargeable. I'm not rich, and those are. I told you this. Okay, I'll. じゃあ、ゴミ処理しかないのかな、やっぱり。Why don't you work at the waste treatment center in the slums? あ、スラムのゴミ処理施設で働く。I don't know. It's pretty similar. Using a lever to uncover interesting stuff. Darn, I forgot.It's on free mode, but I have no money. Maybe I can come up with. じゃあ今はまだ助けるための仕事、斡旋できる仕事がないみたいですね。また後で来るしかないのかな。はい、それではね、このロボットは、どうやら新しい仕事を与えてあげないと、このままスクラップにされて、スクラップじゃないか、改造されて、新型のロボットにされちゃうみたいなんですよね。で、その時には、
またね、リセットされて、記憶が、全て消されてしまうということなので、なんとかそれを阻止するためにブロックはね、新しい仕事を斡旋してあげたいんですけれども、今のね、このブロックが斡旋できる仕事の中ではなかなかね、いい仕事がないので、また改めて仕事を持ってきてあげましょう。で、なんかカメラがついてるぞ。怪しいカメラがあるけど大丈夫か？カメラがすごい見てるけど、隙間調べたらカメラが動くんじゃないの？ね、確かにね。手の標識ってなんだろう。あなたの体を右側の機械でスキャンしてください。これスキャナー、これでいいの？ものは試しだ。お、不明な利用者を検出しました。立ち入り禁止です。あ、怒られちゃう、やばい。あ、逃げろー。だ、ふう、危なかった。あ、なるほどね。ちゃんと自分の、ボディマッピングだっけをここで登録しなきゃいけないんだ、先に。ね、こんなとこどうやって登るの？隙間？待てよ。隣の建物から登れるんじゃないの？あ、待って、このコントロールパネルってなんだ？ね、ちょっとわからないですね。ボタン適当に押してみたけど、なんか落ちてきた。え？はい。あ、待って待って、四角は？あそこ行って、あー、なるほどね。これさっきのロボットが言ってたんですけど、この荷物を仕分けるんだ。で、形に合ったボタンを押していって仕分けていくと、何かいいことが起こるのか。一日やってないな。何かあるのかな。これ何回か成功すると何か出てきたりするのかな。ダメかな。よいしょ。待てよ、上に登りたいんだから、長いこれが来た時に下の階に落とせば、それを足場にして登れるんじゃないの？やってみよう。よし、いける、やった。これでエレベーターに乗って、でアクションモードでここを、やった。これ高いところから落ちたら、あ、死んじゃうのか、もしかして。アドベンチャーモードに変更した。アドベンチャーモードでは落ちられない。高いところで検査したい場合、アドベンチャーモードにしておくと安全だ。なるほどね。よし、これで梯子を登って、アンテナとかある。あ、待って、これ広告クーポンじゃない？よし、OK。アンテナはこれなんだろうね。通信用アンテナ？登らない方がいいってことか。で、この鉄板を外すと、ネジで固定されてる。ネジということはドライバーだ。これを使う。よし。ついでに左も解除しちゃえ。ん？あ、持たなきゃいけないのね。で、これを叩く。ほらほら、これ叩けば向こうに倒れるはず。よし、これは、これ倒したらやばかったりする。倒してみよう。何かあるかもしれない。あ、壊れただけだった。
よし、それじゃあこっちに登っていって、ドアがあるぞ。閉まってる。でもここ開けられるって言ってなかった？俺は一体何のためにこんなことをしてんだ。そもそもなんでこんな仕事を受けしまったんだ。俺はなんて、あ、開いた。バカな野郎だ。はあ？I guess it just needed a good kick. いいのかこれで。わお。これやばいね、見つかったら走る。あ、そうだね、さっき見たんですけど、 R2 を押したままだと走ることができるんですよね。で、これはこの開かないで、ここにセキュリティに感知されると、あの、多分ね、敵とかが出てきちゃうんでしょうね。よいしょ。だから当たらないようにしながら進んでいきましょう。これはジャンプしながら、よいしょ、走りながらジャンプか。こ、あば、危なかった。結構危なかったぞ今。これ結構ギリギリじゃない？ジャンプするまでにちょっとタイムラグがあるのか。今だ。おっと、危ない。意外と早い。で、これは右に行かなくちゃいけないのかな。どういうことだろう。おっと、危ない危ない。あ、なるほどね、これが動くんだ。このスイッチを押すと、この罠っていうか、これが動くんですね。なるほど、なるほど。え、これじゃあ、失敗したかな？ジャンプでスイッチ避けなきゃいけないかな？この右のスイッチを押したら、右に行きますもんね。よいしょ。あっ、しまった、危ねえ。当たるー。これどこに行けばいいんだろう。あのボタンを押せばいいのかな。ちょっと待って、これを押そう。これを押して、走らなくていいかもしれない。よいしょ。こんな感じ。ダメか。よいしょ。こっちまで来れたけども、で、この後どこ行けばいいんだろう、これ。わからん。全部ボタンを押さなきゃいけない？もしかして。あそこの青いところのマークが変わってるから、ボタン全部押さないと、次のとこ行けないのかな？押す順番が大事だぞ。これで、こう来てるか、こっちやって、で、こっちやって、間違えたー。ふむふむ、今度こそ。よいしょ。これでこっちやって、こっちやって、こう。やった。ふう、やっぱ全部ボタン押さなきゃいけなかったんだ。次もそういうこと？難しいな。行ってみよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、ダメだ、これ失敗した。順番があるな、これ。押さなきゃいけない順番。左、右、ダメだな。ここ行けば避けられるのか。じゃあ、まず左押して、一番向こうまで行ったら、右押して、で、反対、反対。反対、反対でやっていかなきゃいけないから、ここを押したら、一番左まで行って、よいしょ、危ねえ。で、こっち、あ、間違えた。あー、ちゃう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 。真ん中だ。よし、今度こそ。左、これ止まるのか？あ、止まるんだ。で、真ん中押して、こっち押し、ダメだ。ふむふむ。右押して、右、左、右、左、右みたいな感じ？
右、左、おっとこう、ああ、違う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 、こっち作業してからこっちだ。オッケーオッケー。これをして、これをして、で、左、右の、ここだ、オッケー。ふう。で、今度は、走ればいいんじゃないの？よいしょ。ほらー、セーフ。ふう。よーし、やっと来れた。で、メインフレーム。これがシェイが言ってたコンピューター？ボタン、あ、これなんだろう。壊れてる？ん？これボタンなのか？これは？これタッチパネル？ほうほう？どういうこと？ 4？ 次はどうすればいい？ C は触るだけでいいって言ってたけど。待って。あの図形になるようにすればいいっていうこと？三角形？三角の図形にするには？こっちは何かある？数字。セキュリティロボット、この中に入ってるの？ 15 体いるってこと？で、じゃあ三角形にしなきゃいけないのか。どうすればいいんだろうね。三角形、三角形。これと？あ、4つを使って三角にする。あ、失敗したらこれ敵出てくるやつだ。これと、多分これと、で、これがああなって、そうなってるから、多分これ左下で、右下で、あと上の方かな？じゃあこれと、形的にこれかな？正解！やったー！さすが俺だ！これで自分のボディマッピングが登録されたのかな？あいつを信じるぜ！ね、グラフはこの中に、お、なんだなんだ？メールが来たぞ。ドームにようこそ。お、同封を。お、なんだって？レターファイルはあなたが新しい家で安全に過ごすための規範のリストです。あ、同封されたファイルとかかな？住民票番号は368745です。迷惑メールと判断されたため、添付ファイルは削除されました。え、そんな、規範がわからない。でもこれで入れるはず。どうだ？スキャンが完了しました。登録利用者です。やったー！これでドラマー通りに入れるぞ。ということなんですけども、ちょっとね、お時間もいいとこなので、今回はここまでにしたいと思います。昔ここにいたのかな？それではね、また次回続きの方をやっていきたいと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。さようなら。